今こんにちは内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は本日この番組初登場となります内藤証券投資調査部リサーチャンネリストの高文華さんです。高さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。 中国本土市場の CSI300 指数は6月28日の終値が4490.52ポイントでして先月27日の終値に比べ月間で12.2%高でしたまた香港市場のハンセン指数は6月28日の終値が22418.97ポイントでして こちらは先月27日の終値に比べ月間で8.3%高と本土市場と揃って月足ベースで買われました直近の中国株式の相場の解説についてお願いしますがうさん、これまで中国本土市場を説明する際は、はい、上海総合指数がベンチマークとしてよく使われてきましたが、はい、この度 CSI300 指数を取り上げて本土,本土市場の動きを説明するというのはどういった目的があるんでしょうか。 はい、CSI300 指数は中国本土市場の全体像をつかみやすい利点があるからです、うん、これは上海市場と深圳市場で上場する A 株のうち時価総額と流動性が高い300名柄で構成される株価指数ですはいわかりました、はい、それでは中国本土株式相場の動きについて解説をお願いします はい、こちらの CSI300 指数は5月10日から緩やかに上昇し始めて20日に赤い5日移動平均線が青い25日移動平均線を上回りましたそして6月に入りますと上昇スピードが一気にアップして現在は5月末より約1割高くなりました はいそうですね、はい、えこのグラフにありますように CSI300 指数は5月末の4000ポイント余りから現在のおよそ4500ポイントまでえ大幅に上昇していますこの背景は何でしょうか、はいえー、その背景には、えー、当局が5月末に大型景気支援策を発表したことに加えまして、えー、上海六段がおおむね、えー、解消されたことがあります。はい これを交換しグラフで示した通りに6月10日に5日移動平均線がミトリーの75日移動平均線を上回りそして22日には25日移動平均線も75日移動平均線を超えるゴールデンクロースが確認されました。 このように指数は大幅に上昇してきて景気悪化に対する警戒感が後退したことが投資家心理改善につながったと考えておりますはいわかりましたそれでは続いて香港市場の動きを教えてください。 はい、これはハンセン指数の動きです。本土市場の上昇を交換し、ハンセン指数も5月10日から緩やかな上昇トレンドに乗りました。中国金融当局が5月8日に住宅市場の指標金利いわゆる5年もの LPR を引き下げたことや IT 企業に対する規制緩和などを材料にハンセン指数は 6月8日まで大幅に上昇してきました。はいそうですね しかし6月8日からのおよそ1週間は、反戦指数が大幅に下落したと見られますが、この背景には何があるんでしょうか、はいはい、その間いアメリカの金融引き締めを受けた世界的な金利上昇圧力を背景に、ハイテクや景気敏感株などを中心に、幅広いメーカーが売られたことが主因です。 ただし、こうした売りが一服しますとアメリカ対中国制裁関税の引き下げ観測や中国の景気対策などが交換されハンセン指数はご覧のとおりに17日から再び上昇しそして22日から25日移動平均線も75日移動平均線を超えておりますはい分かりました。 以上直近の中国株式相場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。え、今回はどんなお話になりますか?。 はい、えー、今回の話題は注目する中国の食料問題です、はいえー、そのきっかけは、えー、これからはさまざまな要因によって、えー、世界的な食料危機に直面する可能性があると感じたからです、うんえー、現在も世界中に流行する新型肺炎は、えー、世界経済へのマイナス影響が長期化する要因となります 加えまして今年に入って主要食料生産国の天候不順による世界の食料減産リスクが浮上しておりますさらにロシア・ウクライナ戦争の長期化が警戒され世界の農業大国でもあるこの両国からの食料価格・肥料などの供給が減少する見通しです。 はい、これらを踏まえて食料自給率の低下傾向にある中国の食料安全保障いわゆる食安保は大丈夫かという疑問も広がっていますよね。 そうですね、えー、これについてつ、えー、次のページから詳しく、えー、分析します、はいえー。中国は世界有数の農業国ですけれども、えー、世界の9%の高地、えー、6%の単性資源で、えー、世界人口の5分の1の食を支えなければなりません。 政策面では耕地面積不足の中食安保の影響を満たすために最重要である米と小麦とウ,ウモロコシの3大食料は原則として地球地足を確保しております。 また人々から生活成準向上のニーズに応えるためそれ以外の非主要食料は足りない部分を輸入品で補うこととなります、うん、こうした輸入拡大に伴って現在の食料自給率は75%に低下してきました。はい 人口大国の中国は昔から農業大国ですけれども現代は工業化を進め2030年頃に全面的な工業化国家と見込まれるそうですこれを背景とする食料自給率が低下した具体的な要因は何でしょうか はい、その原因は2つ,ある2つがあります。1つは家畜向けの飼料用食料の輸入増加で、もう1つは通商対策の需要による食料の輸入増です。まず1つ目の原因については、所得、水準向上に伴う食肉消費の需要増から、飼料用食料の輸入が増加していることです。 近年は洋風の肉料理文化の浸透が強まり多くの飼料を消費する牛肉需要が拡大傾向にあるからです。うん、このグラフを見てください 加工食品を含む食用品は食料全体の6割を占めておりこれに家畜向けの飼料も加えますと両者は全体の8割を占めます。はい、ちなみに食品浪費 いわゆる食品ロース廃棄が1割を超えたことに軽生を鳴らしたため中国は昨年反食品浪費法を可決しました、はい、2>, 2つ目の原因は対アメリカ通商対策に,における現実的需要から近年は非主要食料中心に農産物の輸入を大幅に増やして 来た経緯があることです下のグラフを見てください縦軸ゼロ以上は純輸入その反対側は純輸出ですご覧の通りに18年からはトランプ政権が米中貿易戦争を引き起こし中国は対アメリカの通商摩擦回避を狙ってその時から農産物の輸入を一気に増やしてきました、はい 一方、遡のぼって以前の状況から見ますと実際、01年から11年まで一時食品・産品の準備出は総じて緩やかに拡大してきたことがわかります。 ですけれども、12年から18年までは肉食需要増から飼料としての食料輸入が増加したため準輸出に規模縮小の傾向が現れました、うん、そして19年にやっと準輸入に転じたということですね。 はいなるほどわかりました食料輸入規模の拡大に伴い中国は国際食料価格への影響力が強まっていると考えられますよねはい。しかし同時に国際食料市場から受けた影響も大きくなると言えると思います現在のウクライナ危機により警戒感も強まっていますよねはいその通りです実際の中国食料生産状況を見ますと このグラフで示した通りに11年から18年まで,はまでは食料生産高の伸び率低下に伴って一時食品の準輸出も大幅に減少してきました、はい、19年以降は食料生産高の伸び率が回復したと見られます。 一方、非主要食料を中心に一時食品の国際貿易が準輸入に転じて、その規模も先ほど紹介した通りに拡大してきました。これを背景に中国政府は食安保に 危機感を持ち、特に習近平主席が、食安保が国家の運命に関わることで、国際市場に頼らず、党と政府がともに責任を持って解決しなければならないと強調しましたうん分かりまししたたかりちなみに、今年の中国の食料生産の状況はどのように見込んでいますか。 はい、えー、今年の食料生産高は6.9億分、えー、で、えー、19年連続の豊作であると、政府系のシンクタンクが予想しました、はいえー、ただし、えー、食料生産が年々豊作でも、えー、食安保に対する危機感を永遠に持つべきと、えー、当局が警告しております。 続きまして、食料増産向けの政策展望と関連面からについて説明いたします。はい、政策面では、高知方向、安定供給に向けて、農作物の買い入れ価格引き上げや、整理、施設建設などのインフラ整備や、イノベーション支援、補助金拡大などの支援策が強まる見通しです。 また関連銘柄に関してはまず農作物について年産6.5億ドン以上を加工する中国の食料生産目標を踏まえまして大規模的かつ効率的農業生産を行う上場企業の増産が期待されるので北大工農業が注目されやすい銘柄の一つになると考えております。はい 月の価格肥料についてウクライナ危機の長期化で世界的な肥料価格行動が予想されるため中国の価格肥料大手中華化肥の採算性向上が見込まれます。最後、農機について政府は補助金などで新規買い買い需要 を支援しており国内の機械化率は7割程度に上りますけれども農機の高機能化が進み市場の拡大余地はあると考えられますこれらを踏まえまして中国の農業機械大手第一トラックの漁業拡大が期待されそうですはい分かりました今回は中国の食料問題について解説をいただきました。それでではこの辺りで失礼します